こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、血液検査の後はレストランで朝食です。というお話です。早いもんで、血液検査の時期が来てしまいました。我々の場合は、6ヶ月に1回ですね、半年に1回、血液検査をね受けております。今日はねその日ということで、前の日の夜10時から、この血液検査まで、何も食べてはいけない、水だけにしてくださいということで、ご飯を食べていないのでね、その後に、楽しみにレストランで朝食をといった、そんなことを今日はご紹介したいと思います。ご覧のように向かったのは PIL という血液検査を専門に行う、そういった医療機関、これいつも言っているんですが、こちらでね、血液の採取と小水ということでね、検査をしていただいて、その結果がですね、主治医の方に、1週間後、行きまして、その結果を見ながら、お話をして、今後の何か、悪いとこがあればの話ですけれどもね、どうしたらいいか、そんなねことをやるような段取りになっております。血液検査の方はね、朝一番に行ったわけですけれども、もうすでにね、3人ぐらい先にいましたね。皆さんやっぱり早起きですね。我々も早起きなんですけれどもね、着いた時間が7時半、オープンが7時半なんで、その7時半に行ったらもうすでにね、3人がいらっしゃっていたということで、ちょっと待ちましたけれども、スムーズにね血液採取、それがねできました。何もないことを祈るばかりと、そういった具合でありますけれどもね、来週どうなることやらと、そんなふうに思っております。映像の方は採取が終わりましたのでね、先ほどもお伝えした通り、昨日の10時から、この採取するまでですね、食事が取れないということなので、朝食はまだ食べてないので、正直お腹が空いております。そんなわけでね、今回はまたちょっと違ったね、レストランの方に行って、でブレックファーストですね、朝食メニューを頼んでみるということで、今そのレストランの方に向かっております。ちょっとね、朝日がねちょうど困った角度で前が見づらいんですけれどもね、もうレストランの方に到着いたしました。いつもねこのレストラン結構昼間は混んでるみたいなんですね。ですからね、朝も混んでいるんじゃないかと思ったんですが、さほどではありませんでした。この駐車場を見る限りね。でここはですね、キングスハワイアンというねレストランです。でこちらはね、20年前に来た時に1回か2回利用したんじゃないかと、あまりちょっと記憶は定かではないのですけれども、それでね最近はね来たことはないんですね。以前ねここトゥゴーでねマラサダを買いに来たってことはあったかとは思うんですけれども、こちらで何かレストランで食事をするということは多分ね最近なかったように思いますね。ちょっと記憶にはなかいですね。そんな具合でね今
駐車場の方から入り口の方に着きました。こちらはね、キングスハワイアンという、まあ、会社のグループのページだと思うんですが、こちらはキングスハワイアンは、パンを売ってるんですね。でそれがね、いろんなところで売ってまして、コストコでも買えるんですよ。でね、そのパンをよく買っているんです。甘いパンなんですけれどもね。そしてね、こちらがレストランのページということで、別の URL でしたね。そしたらね、サンクスギビング用のなんかもう最初入ったページに書いてありまして、なんか75ドルでサンクスギビングを食べられるみたいな、そんなこと書かれてましたね。そしてね、メニューの方はいろいろハワイのものなのかな、カツカレーライスなんてありますからね、ちょっと日本の人がやってるわけではないと思うんですが、なかなかね面白いですよね。そこでメニューはね、今日朝来ましたので、ブレックファーストメニューというのを、そうしましたらね、まあフレンチトーストとか、それからパンケーキ、ワッフル、そしてまあオムレツとか、まあアメリカの朝食、大体、まあ、あるようなものがここでは置かれておりました。席に案内されましてね、座った席は、このね、丸いぐるっと円形のとこなんですが、中心には水槽がありましてね、フグとか泳いでましたね。そんなね、なかなかいい感じのお店ですね。先ほども申しました通り、昼間ねここを通るとね、結構ね列になってるんですよ。だからやはりね、人気が高いところじゃないかなというふうに思います。血液検査でね、お腹が空いているので早くオーダーしてね食べようということで、さてね、お腹いっぱいになりました。そしてね、ここからまあ帰るというところなんですが、お店の中はですね、3分の1は埋まってましたね。少ないかなと思ったんだけど、やはりね、あの席の方は、まあ、半分は使ってはいなかったですけどもね、全体的に3分の1はちょっと埋まっていたというぐらいの、まあ、人でしたね。まあ、平日の朝ですからね、まあ、このぐらいかなというふうには思います。そしてまあね、本当に今日というか今週いろいろ食べ過ぎましたね、レストランでね。でどうしても量が多いんですよね、こちらはね。前回行った、中華料理屋でも結局2人分頼んでも半分はね残して、ボックスに入れて家に持って帰ってまたもう一食にするっていう感じで、ここもねやっぱりね多かったです。ティナさんはねロコモコ頼んだんですが、ご飯の量がね半端なく多かったので、ボックスをお願いして、まあ、半分ぐらい残しちゃいましたかね。それをね、詰めて、持って帰ってまた今日の夜にでもという、昼にもかな、そんな感じで、まあ本当にね、私はねワッフルコンビネーション頼んだんですが、一応完食しましたもんでね、もうお腹パンパンで、もうお昼食べられるかなぐらいな、そんなね感じでありましたね。まあね、ここで何回か血液検査の後にお腹空かして朝食というのがねお伝えしたんですが、最初はねオリジナルパンケーキハウスとか、それからホフズハットとかね、そしてここのね、キングスハワイアンのレストラン、大体これが3つとも近いところにあるんですけどね、次回はねもうちょっと違うとこを開拓しようかななんて思うんですが、ほんとねインフレで相当お値段上がりましたね。まあね、これもね仕方がないかなとは思うんですけれどもね、なかなかインフレで厳しいです。
こちらはね、インスタ用に撮った10秒間のやつですが、ロコモコ、そして私が頼んだワッフルコンビネーション、まあこんな形でありました。中もね、サンクスギビング、まあ、これはハロウィンですね。ハロウィン、サンクスギビング、そしてクリスマスということなんでね、どんどんね、お店の中もね、装飾がね、いろいろ変わっていくと思うんですけどね。まあね、そんな時期に近づいてますね。これはロコモコ、そしてこれは私の頼んだワッフルコンビネーション。結構量ありますよね。そんなね、朝食でした。なかなかね、いい感じのお店でね、また機会があったらまたこのお店にね来てみようと思います。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。